今回は無課金の方、美課金の方におすすめの休肝湯極上止めを鍛造してきました。この宝物に関しては最高素材が6個で作れるのにもかかわらず、とても強くコスパ最高です。弓の宝物や扇の宝物にはおとりはしますが、ほぼ遜色はありません。美課金無課金の方はまずこの宝物を作って戦力を補うことによって十分戦えると思います。宝物界の星4格下のイメージでございます。この宝物をおすすめする理由は2つございます。1つ目は固有戦法が手動火力でしたら誰でもおすすめできます。例えば弓呂布、銀兵衛、リクソン、ホート、カウなどがおすすめとなっております。極上に進化した際の得られる効果が武将の固有戦法の威力が 12% 上がる。これは破格です。2つ目の理由は鍛造効果です。この宝物は他の宝物とは少し違って策略も物理も両方いいのが出ることです。特に武将の固有戦法の発動率が上がるものが両方出ますので、これを作っておけばとりあえず外さないと思います。私も今回は武将の固有戦法の発動率が上がるものを狙っていきたいと思います。それでは名将が来るまで待ちたいと思います。おはよう。今日は制作にする、強化にする、進化にする、それとも鍛造していきたいと思います。それでは休肝湯極上止めを鍛造していきたいと思います。今回の狙いとしましては手動の発動率確率アップを狙っていきたいと思っております。まあ、できたらまあ 7-8% を軽い段階で狙えたら御の字かなと思っております。それでは鍛造をしていきたいと思います。1回目の鍛造効果は攻撃力 6% でした。攻撃力に関しましては幅が5から15ですので、まあ、そこまでポテンシャルは高くはないのかなと思ったんですけど、まあ、この効果はあまりいらないので再鍛造をしていきたいと思います。よし、今回ですが物理の発動率確率が 8% 上がる鍛造効果英雄がつきました。まあ、狙い通りのものがついたのでかなり満足しております。狙い通りの効果がついてちょっと嬉しいんですけども、この宝物に関してはかなりポテンシャルが高いんじゃないかっていうことがちょっと示唆されております。1回目の鍛造効果は攻撃力 6% でしたので1級の効果だったんですが、今回は 8% ということで一気に3級まで上がっております。飛び級しているのでこの宝物自体ポテンシャルが高いんじゃないかと思って再鍛造をするかどうかを今ちょっとすごく迷っております。まあ、ただちょっとこの宝物に関しては、まあ、美課金無課金の方おすすめという意味でも、まあ、数をたくさん作っといてとりあえずは数シーズンは戦うための宝物のイメージでございます。まあ、ですので深追いはせずにここで焼き入れをしていきたいと思います。このままやっていけばピンクの鍛造効果や赤色の鍛造効果もついていく可能性もあるんですが、まあ、ここで弾を使わず焼き入れをします。それでは焼き入れをしていきたいと思います。ジューということで鍛造が成功いたしました。今回の宝物は防御が12、そして手動の武将固有戦法のダメージが 12% 上がる。そしてさらに英雄として物理系のダメージの戦法ですね、固有が 8% 発動率が上がるという宝物が完成いたしました。今回の休肝湯に関しましては最高素材が6個でできるのにもかかわらずですね、かなり強い性能の宝物となっております。まあ、そのためまずこれを複数個作って、数シーズン戦う、そういうイメージでやっていくといいと思います。今回のまとめですが、まずこの休肝湯極上止めはコスパ抜群です。2
2つ目は弓や扇に関しました狙い通りの単造効果をつけるのは難しいです。そのためまずは主力武将に急艦と極上止めをある程度つけておけば、なくても十分戦えるのかなと思います。3つ目としましては無課金、美課金、例えばサブ持ちの方っていうのはこの急艦と極上止めを作って対応していくのが私はいいと思います。宝物界の星4カフカを作っていけばしばらく数シーズンを戦えると思います。今回の動画はこれで終了とさせていただきたいと思います。今回の動画が参考になった、役に立った、面白かったということはチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー。